姉様の夜助けパレードを彩るラブリーでクールなおみこし一丁上がりよ。どういうこと？今作ったん早くね。これまでのあらすじ。活気を失ったダーハルーネの町でシルビアたちは鍛冶職人一徹の大事な荷物を取り返すため盗賊団のドテゴロ一味を懲らしめた。ドテゴロ一味の事情を知り彼らを依頼したシルビアは取り返した荷物を一徹に届けに向かった。シルビアが荷物を渡すと一徹はシルビアに感謝の品を渡しホムラの里へと帰っていった。小さな人助けが集まればいつか世界を救える。それが今の自分にできることだと気づいたシルビアは人助けの旅に出ることを決める。そんな思いを胸に町を出発するシルビアたちの前に先ほど戦ったドテゴロ一味が姿を現す。自分を見つめ直すためシルビアの旅に同行したいと頼み込む彼らを仲間にしたシルビアは人助けの旅路へと出発するのであった。よくお戻りになられましたシルビア。シルビアに我らが神のご加護がありますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、さっきの、あらすじを見た感じ、直接的にね、私の記憶にはないけん。あらすじを見た感じでは、ちょっと今からね、ホムラの里に向かわんといかんのよね。あ、でも、なんか大体、前に起こった事件のことは思い出したんやけど、そのドテゴロ一味がどうたらこうたらとか、ただ一徹とはって感じなんやね。で、その人がホムラの里に帰った件、その人を追いかけていかんといかんってことか。なんで一緒に帰らんか、一緒に帰らんっていうか帰る場所ではないか。なんで一緒に行かんかったんやろ。まだなんかすることあったんやっけ。そして一心不乱に走っていきよるけどこっちの方向で合っとるよね。おむすび産地。おいし、向かいます、向かいます。あのね、ちょっと動画を見よる人的にはどんな感じなんかいまいちわからんねやけど、でも多分そこまでじゃないとは思うんやけど、私自身はね、引っ越しだなんだっていろいろあって、実況をするの自体がね、これ3、4ヶ月ぶりやけん、まあね、記憶もないわっていう、そんなにあかんくっても、誰だあかんくっても記憶はなかったと思うけど。ん？何者だ？何やら怪しげな連中め。里の者たちが用心棒であるこの私、武闘家拳が指一本触れせんぞ。なんか女の人一人座り込んどるけど大丈夫な。あらあら落ち着いて武闘家ちゃん。私たちはこの辺りを回って元気のない子たちを助ける旅をしているのよ。なんと、こんな世の中で大胆不敵な。よく見れば腕も立ちそうだし、ただものではなさそうだ。ならばこれも縁。私たちはホムラという里の住人だな。お、世界に異変が起きてから作物が取れなくなり、食料を手に入れるため旅に出たのだが、里に帰る途中、凶悪な魔物に襲われ、やっとの思いで入手した食料を、すべて奪われてしまったのだ。あなた方と一緒なら、あの魔物を倒し、奪われた食料を取り戻せるかもしれない。どうか力を貸してくれないだろうか。それはもちろん。そういうことなら協力するわ。みんなの食料を奪う魔物なんて許せないもの。魔物なら人の食料を奪わんでも、何でもある気がするけど、そんな雑食なわけじゃないんかな。おっす、ありがとう。恩に着る。魔物との戦いには私も向こう。力を合わせれば奴に勝てるはずだ。奴はホムラの里の南側にいるはず。かなり手強い相手だからな。しっかりと準備をしていこう。旅の舞踏家が同行することになった。周りの人たちは？そこは戦えんのかな？あ、この荷物、あ、なるほどね。疲れて座り込んどったってことか。え、でもさ、人数分ちゃんと荷物あるってことは、何？どういう感じで持っとったんやろ？それを持ってかれた食料は。舞踏家が持っとったんかな？ひどいわ。みんなの食料が頼まれました。ホムラの里の南側って言ったよね。
ってことは、あのなんか場所の名前も何も書いてないところになんかちっちゃい洞窟みたいなのがあるんかな、違うかな。なんか人の荷物とか盗んでいくやつってさ、なんかそういうやたら町の南だ北だにある洞窟とかに隠れとるやん。なんか荷物持って、え、待って、なんかあいつめっちゃ塞いでない？これは戦いが避けれない。あ、え、これ食料やないの？こいつか？あ、なるほどね。剥き出しでおる感じ。でははでは、はまた人間が来たぞ。おめえら食べるもん持ってたらわしに全部よこしたと。でははは。こいつが食料を奪ったという例の魔物です。でがすな。姉さん準備はいいでがすか？はい、オッケー。久々のあのアリスちゃんの注意でガス。なれね。みんなの力を合わせてやっつけるでガスよ。よし。びっくりした、もうやっつけたんかと思った。でもね、レベル99やけんさ、なんかありそうやん。そう、え、待って。早くね。え、待って待って待って。やりやがったな。みんなやられるの早くない？こんだけさ自由に動かせたらさ、アクションゲームみたいな感じで。攻撃でんかなって思ってしまうよね。特にあの Y 学園とかのゲームしよってけん。この実況休んどった間、私基本的にアプリのゲームを、まあ、個人的にやけど3つしよってけ ん、まあ、こんなもんや。基本ねオートバトルなんよね。いけん、久々こういうの。ギガンテスを倒した。ホムラの里の住人によって食料は無事に里へと運ばれていった。え、待って、置いてった、なんで一緒に行かんの。一緒に戦ってくれてありがとう。シュルビア殿の強さ、そして何よりも危険も厭わずに困っている人を助けてくれるその器の大きさ、本当に恐れ入った。私は武闘家の端くれとして多くの人を揉まれるようもっと強くなりたい。あなたの旅に同行し修行させてくれないか。もちろん。もうどんどん仲間が増えていくね。わかった、武闘家ちゃん。修行してもっと強くなって困っている人を守ってあげなさい。おっす、ありがとう、シルビア殿。私もあなたのように強くなってみせる。どうかよろしく頼むぞ。あなたの仲間が一人加わった。え、どこまで増えていくんやろ。さてと、この辺りの元気のない人たちは大体助けたようでですね。ここらで一区切りつけて、一徹さんが住んでいるホムラの里に寄ってみるのはどうでしょう。いや、てか、寄ってみるっていうかね、私的にはホムラの里に向かい寄ったら、なんか問題が起きとったっていう感じなんやけど。もちろんシルビア姉さんがまだ人助けをするようでしたら、足はどこまでもともするでがすよ。え、でもおらんねやろこの辺。じゃあもう良くないですかね、ここやし。ホムラの里ここやし。シルビア姉さん、ここいらでの人助けはもう大丈夫そうですかね。このままホムラの里に入っていいでがすか。大丈夫そうかどうかは私は知らんけども、君がさっきもうないと言ったんじゃないのかい。合点、それじゃあホムラの里に入りましょう。一徹さんが待ってるでげすよ。あ、久々のホムラの里。でも思ったより普通に人おるね。ハロー、一徹ちゃん。そんな大きな声で。シルビアさん、よく来てくれたな。お元気そうね、安心したわ。この人は奥さん。そちらのマダムはってことかな。あなたがシルビアさんなのですね。私が一徹の母です。母、お母さんやった。本当にありがとうございました。なるほど、ふんふんふん。命の体重が一瞬普通に奥さんやと思ったけど、世界が闇に覆われ母親に荷物を届けるみたいなことやったのかな。会えないのではと、その辺の細かいことは覚えてないや。過ごしておりました。こうして息子と再び出会えたのは、目がちゃんとうるうるしおる。シルビアさん、あなたのおかげです。そんな重大なものが盗まれとったんやっけ。シルビア姉さんが通った道には次々と笑顔が咲いていく。まるで笑顔のパレードでですな。笑顔のパレード、素敵じゃない。あ、そういえば主人公と合流した時ってみんな
聞いてちょうだい。パレードみたいにしよったよね。あ、ここからってことか。この世界は今光をなくした真っ暗闇よ。要は、ね、あの主人公と合流するまでの話ってことなんやね。これはみんなの笑顔を見ている。なるほど、ここからそれにつながるわけやね。暗闇の中で自分の無力さに膝をついても、明日が見えず泣き出しそうになっても、たった一つの笑顔が未来を切り開く。この世界に必要なのは笑顔。でもド派手な感じの、そしてみんなに笑顔を届けるのが旅芸人シルビアの役目よ。衣装とかはどうなるんやろ。これから作るんかな。シルビアさん、いえシルビア、お姉さま、私にもお手伝いさせてちょうだい。え？うん？親分さん。あ、そうやね。みんな普通に男っぽい感じだったけど、出会った時は確かにみんなお姉系になっとった気がする。尊敬する人に一歩でも近づくために姉さんになりきるつもりでガスね。でも一番近いっていうかずっと一緒におるアリスちゃんは全然そんな感じじゃないけど。俺、いえ、私もお姉さまと一緒に行くわ。おお、みんな伝染していく。おいら、うん、私も。かわいい。ありがとう、ありがとう、みんな。みんなノリいいね。一人ぐらい反発する人がおってもいいと思うんやけど。そう、大切な仲間よ。私たちは世界中の人々を笑顔にして、暗い世界を明るく照らす希望の光になるの。名付けて。もうポーズだ。名付けてシルビアのヨダスケパレードよ。うん。ノリノリだな。もうみんな動きがめちゃくちゃ女の子っぽい感じに。シルビアさん、ん、お息子をよろしくお願いします。え、何？え、結局一緒に行くの？こっちと。俺、うん、私も一緒に行くわ。これは私とママからの感謝の気持ちをどうか受け取って。もう喋り方が。なるほどね。お姉さまのヨダスケパレードを彩るラブリーでクールなおみこし一丁上がりよ。どういうこと？今作ったん？早くね。その時間の経過わからんけど、え、でも今この場でパパパッと作れるほど。私たちもお姉様にお礼がしたくって道すがらこっそり作っていたの。感謝の気持ちを受け取って。なになになに、衣装。みんな道すがらこれ作りよった。私のためにありがとう。シルビア姉さん、泣くのはまだ早いでゲス。アリスちゃんはそのまんまなんやね。みんなが待ってるでガスよ。そう、世界に笑顔を取り戻す。待って、今の一瞬でめっちゃ早着替えするやん、みんな。勇者ちゃん、みんなきっと生きてるのよね。え、アリスちゃんは、アリスちゃん格好変わった？再び会える日まで私頑張るわ。すごいな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に最新リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。